じゃあ真ん中の真ん中中腹の方早かったので、鈴木福です。高校3年生で次大学生になるんですけど、これから俳優として新しい俳優になっていかなきゃいけないなっていうのは常に感じていて、僕もその温故知新っていう部分も大切にしながら新しくなっていきたいって常に思っていて、ただそれってすごく難しいことだなと。俳優っていうのはやっぱり何でしょう、やっぱ今までのその皆さんの素晴らしい映像作品から得られるものもあると思うし、ただ自分は自分であるっていう部分があると思うので、そこになんかすごく疑問というか難しさを感じているんですけれども、お三方はそれぞれの視点から俳優だけじゃなくて監督としてもプロデューサーとしても新しいものを作る上での、車種選択というか捨てるものと、これからこのアイデアを扱おうっていうその判断基準みたいなのがあったら教えてほしいです。びっくりなんですけど、質問のレベルも高すぎてびっくりですね。はい。同姓同名じゃないですよね。あ、はい、俳優をやらせていただいてます。はい、ね、僕が言えることはそんなないかもしれないんですけども、でも俳優をやっていて思うのは、本当最近までなんですけど、自分が演じてる時に常にそのもちろん役を演じてるつもりなんですけども。どっかで自分の評価であったり、自分がこううまくできてるかなとか、この自分の芝居がうまく良いように評価されるかなとか、なんかそういう評価ばっかりを気にしていた自分がいて、で、確かに役者はまあ評価あって次の作品が決まっていくわけですけども、なんかすごくその考えてる時間や心配している自分がバカバカしいなと思って、そんな一つのこう別の人物を演じてすごく贅沢な場にいて、誰かの人生を生きることができる仕事についている以上はそんなことを気にせずに、本当にその瞬間瞬間を生きてその人物になれば勝手に評価は追いついてくるだろうと、本当最近なんですけども、そういう自分のメンタルな部分で、答えが見つかったような気がして、だから、なんかすごくそのおかげで自分の肩の荷が下りたというか、とにかく、日常生活もそうなんですけども、その一瞬一瞬を生きることだけに集中していれば多分明るい未来が待っているんだろうなと自分では思ったので、はい、とても何でしょうね、この仕事がさらに楽しくなりました。そうですね、僕はそのアップデートっていう言葉で、今井本君が言ったんですけど、そのやっぱりこう過去の作品っていうのは、僕さっき言ったけど京都撮影所で撮ったのを一応やっぱり見ようと思って200数十本見たけど、それを何か真似しようとか何かっていうことはあんまり考えなかったですね。やっぱりその最終的に大事なのは自分がどう思うかですよね。人からどう評価されるかとか人からどう見られるかとか、そういうことではなくて、結局ね、やっぱさっき純化って言葉とつながっちゃうんですけど、いろいろ余計なことを考え始めますよ、僕らは。人間だから評価もされたいし褒められたいし、でも撮ってる間作ってる間はもうそれどこじゃないんですよ。やっぱりそれどこじゃない。そして僕がスタジオにこもって撮影にこもって撮ってる間に、世の中ではウクライナ戦争が起きたりする、外でね、やっぱり僕らが映画撮ってるなんてのは大したことじゃないっていう、いろんな出来事が起きていく、フレームの外、世界では。やっぱりだからそれもやっぱりアップデートで感じていかなきゃいけない。僕はやっぱりその今回戦国時代撮ってたけど、やっぱこうプロダクションのポストプロダクション後処理の時にやっぱりウクライナ戦争が起きた。それがやっぱすごい衝撃でしたよ。でその時にこの映画の中での信長の孤高とね、あえて言うけどプーチンという独裁者の孤高とね、この戦国時代の信長の独裁者の孤高っていうのが、やっぱり何かこの映画を撮ることで理解できるんじゃないかと思ったりした。でもそのことを映画に何か投影してるわけではない。でもそのことを自分は感じることで救われたり理解できたりヒントになったりすることっていっぱいありますよ。横島な気持ちをいっぱい飛ばされる、評価されたいとか何か全然そういう気持ちを飛ばされる、そんなことを考えてる暇じゃないよねっていうことが
やっぱり世の中にはたくさんあるんですよね。だから僕はやっぱり今の時代生きてるからには今の時代にちゃんと目を向けていくっていうこと、もう一つそういう目線をやっぱりみんな持った方がいいと思う。俳優も監督もこの業界の人間は、あの個人的にはそういう思いでやってますね。フレームの外をこうやって集中して、みんな大人すごい集中してるって言ってくれるけど、これを見ながら全然違うこと考えてたりする。それは横島なことじゃないよ、さっき言ったようなこと、どうなってんのかなあれ、心配みたいな、うん、それは決して意外と不思議なことに矛盾しない、っていうことに気づく瞬間があるかもしれないですね。はい、はい、だから自分に正直にっていうことぐらいしか言えないんだから、若い皆さんにはね。はい、はい、僕はですね、まあ、今回大友監督とご一緒させていただいて、もうすべてがあのアップデートというか、今まで例えばドラマだったり映画だったりを制作してきたんですけども、やったことないことだったりとか、したことないこと、チャレンジしたことないことに対してリーチをしていかないと次の時代のものができないなというのは今回、あえて使いますけど痛感しました。それは東映京都撮影所という歴史のあるところでも、次の時代のものを作るときっていうのは、アップデートをしていかなきゃいけないっていうところに今回大友監督とご一緒できて、何ですかね、取捨選択という意味では、自分のやったことないことだったりとかしたことないこと、まあ、怖いんですけどそこに向かっていくっていうのがかなり大事だったかなと思います。